柏倉孝二は、日本の薬学者、薬剤師。学位は博士。静岡県立大学薬学部講師、大学院薬学研究院講師。亀田総合病院薬剤部副主任などを歴任した、医療薬学、臨床製材学を専攻する薬学者である。医療費の減価分析に基づいた、薬剤開発や、後発医薬品の評価などで知られている。 亀田総合病院にて薬剤師として勤務した後、静岡県立大学にて教鞭を取った。1977年7月に生まれた。同盟の学校法人により設置、運営される昭和大学に進学し、薬学部の薬学科にて学んだ。2002年3月、昭和大学を卒業した。それに伴い、学士の学位を取得した。さらに、 昭和大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。2004年3月、昭和大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。薬剤師国家試験に合格しており、大学院修了後は薬剤師として活動した。鉄商会が設置、運営する亀田総合病院に採用され、2004年4月より、 薬剤部に勤務した。2010年4月には、亀田総合病院の薬剤部にて副主任に承認した。その傍ら、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。大学院に在学中、院内製剤、レボチロキシン座剤の調整と評価と題した、博士論文を執筆した。 2014年3月、静岡県立大学の大学院における博士課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。2014年9月、母校である静岡県立大学に採用され、薬学部の講師に就任した。薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、実践薬学分野を受け持った。また、 静岡県立大学の大学院においては、薬学研究院の講師を兼務した。静岡県立大学の大学院の一部には、研究員、学部生が導入されており、大学院では、薬食生命科学総合学部の講義を担当し、実践薬学教室を受け持った。専門は薬学であり、特に医療薬学、臨床生材学、といった分野の研究に従事していた。 具体的には、医療費の原価を分析し、それに基づいた薬剤の開発に取り組んだ。また、ジェネリック医薬品の臨床評価に取り組んだ。さらに、貸様製剤、高校内法会場プレミクスと注射剤の開発や臨床評価に取り組んだ。加えて、個別の医薬品について、適正な使用を図るため、薬物の動態や作用の解析を行った。 学術団体としては、日本薬学会、日本俗僧学会、日本薬剤学会、日本核医学会、日本病院薬剤師会、日本医療薬学会などの団体に所属した。ありがとうございます。